ビデオプションの豪華キャストがバカ全力投球でお届けするゲテモノレースシリーズ。第1弾は目隠ししたドライバーが相棒の無線の指示通りに運転する実物大ラジコン目隠しレース。続く第2弾は車2台を鎖で連結、前はアクセルのみ、後ろはブレーキのみ作動、マシンを二人三脚で走らせるトレインカーレース。そしてついに数々の名シーンを生んだ恐怖のゲテモノレースに第3弾が登場。味方はいない、信じる者は己のみのバトルロイヤル開幕だ。そして V オプトからの聴衆にオールスターメンバーが集結。すごい、すごいですね。これ俺の体にこれが刺さると思いますよね、この形で。青タンはもう、これは絶対、これは絶対危ない。早くも身の危険を感じるメンバー。今回は一体何やんの？さあやってまいりました、2007全日本8の字レースラウンド1 in 恵比寿。おい、はい、なんか一杯でもやっちゃったんじゃないの？もう、いや盛り上がりますね。いやーやってきましたね。やってきました。一応アメリカンモータースポーツということで、アメリカンモータースポーツで解説するといえばこの方でございます、岡健です。任せちゃった。知ってんですか？ちょっとね、流行ってるんですか？8の字です。これはね、流行ってるとかそういうもんじゃないんだ、文化なんだ。文化、文化、もう日本で言ったら根付いてるんだ。相撲、あー伝統文化ね。伝統さってスイッチ入れたり切ったりするわけじゃないんだよ。これは、はい、アメリカの田舎町今あのツッコミどころがちょっと外すなよ。はいはいはい、あそういえば、はい、今日八王子の日よね。あそう、お宅の主人出るんだって。いやうちもなのよなんていう。本当そのレベル、そのくらいポピュラーなものが八王子です、はい、ね。なるほどね。本当です。わかりました。このチンレース、いつも我々が喋ってると後ろがうるさいんです。チンレース、はい、なぜだか知ってますか？わからない。このレースのためのプロフェッショナルを集めました、うん、やはり八の字レースといえば、いやいやもう F1 レースやナスカーね、うん、それから WRC、うん、その辺の並大抵のドライバーではこなせません。決して将来も未来もない人たちではございません。将来と未来一緒だよ。そうですね、うん、ということでですね、早速勇敢なドライバーを紹介してまいりたい。紹介していただきましょう。いきましょう。それではまずこの方からでございます。ゼッケン1番、もうすでに嫌な顔しております。 D1 でもチャンピオンがかかってるというこの男、熊久保信志です。俺は、はい、こんなことをするために、はい、ここは舗装してません。いやいや、ここは八の字レースのために熊久保がもう前から目を踏めっかです。聞いてきた、日本ではうちしかない。その話を聞いて舗装したのは確かです。そうですよねですから今後メッカで皆さん八の字レースをやりたい方は必ずこの予約を取ってくださいね。でも俺はやりたくない。これはこれもね、これほらこれ最近子供が生まれたばっかりさあ続いてまいりましょう。ゼッケン2番、この方もちょっと嫌な顔してます。野村健です私新しい技を覚えたね。乗り気じゃないですね。あのね、前回このバカチンなレースに出て、はい、人体と鼻の下が伸びたんですよ俺はどうしてこんなことした本当に。でも言っていいですか、はい、八の字の第一人者は我々ですよ。あ、小野さんでやった？やってはないけど見た。あ、見たあ、見た第一人者見てね、や分かったですってことは、うん、もう自信あるんだ。気がついたのに、はい、あるんですよ、うん、危ないこの方もいないとですね、今日の場を思いっきり、そうですそうです、盛り上げてくれる方はゼッケン3番の田村和義選手です。イエイ、まさに俺のためのレースだね。そうです、失うもんないやつって俺と稲田大二郎しかねえじゃん家族いねえんだから俺たちは。真っ当な、家庭にいる人たちは多分これ出ると怒られますでしょ、うん、俺怒る人いないもん、ね、うん、さあ続いてゼッケン4番はブリッツ阿部ちゃん。毎回出てくるね。でいつも思ったんですけど、ですか、ラジコン、ラジコン、トレインカー、トレインカー、パートナーがいた。ありました ね、あれやだったんだちょっとね、やっぱり、ね、パートナーが足を引いてて阿部ちゃんが今回はもうピンなんで、阿部ちゃんの力を発揮できてなかった。そうなんか今日楽しそうだもんね。でも足引っ張る人は今まではちょっと助けられてたかもしれない。それが一人になっちゃったらどうなるんでございましょうかね。続いての方でございます。ゼッケン5番の方、あ、負のオーラが近寄れない。一人一人、今日は阿部ちゃんいないからちょっと不安ね、よくだった。本当に痛いの体中ね今までサッカーにしても全部そう、ラジコンもそう、からトレーカーも全部痛い。痛い、どうしよう、じゃあ帰る。いや、やる
目標は優勝でこの男が優勝するわけないですさあ続いてまいりましょう。ゼッケン19番ってことはバンド組。なんで俺なんだよあれなんで俺なんだよ。バンド組、バンドはマサが出る気満々でね、応募してたの、うん、だからね GT でね優勝したらしくて、うん、したしただからね、お前行けって俺忙しいから急に売られた売られたクロッと今ノリに乗ってるバンド組なんでぜひ俺もノリに乗って、ね、乗ってノリに乗って。お前とも確か、はい、マサと組んでると成績悪かったよね。あいつねなんか逆にちょっと言うと楽しい今日やりますよ今日は今日は今日は、ね、あの一番ちょっと恐れるところってかポイント濃いとこは下見ちゃったさあいよいよ皆さんこの方がいないと八の字レース始まりません。7代目日本7代目何が泳ぐんじゃねえよ。あ俺も泳ぐんだ7代目ややこしいな本当に襲名士じゃないんだ。八の字レースの第一人者稲田大二郎でございます。ね、さあ、大さん今日もね単独からやる気ままです ね、 ね今日はもう顔がブーなんてあれあれこっちでしたねいつもあそこからかと思ったんですけどね。みんな舐めてるね八の字を。お前もこんな楽しいもんじゃねえぞこのレースは。お前緊張してるんですね。ほんと危ないんだもん何が危ないんですか。まずね、はい、みんなね知らないねこのレースをね。やったことない。まだねこれねお前とぶつかると思ってんだろ、はい、これこんなの関係ないんだ。一番危ないのはもらい事故ちょっとね、ちょっと具体的に言うとパーンと熱いやつクラーンとこれね、ドーンとこれが、はい、なるほど、ね、これがね、これがどっから来るか分かんない。交差点での一事故みたいな。これがどっから来るか分かんない。いや、まあ今年は俺らほら、はい、最後のレースだから、はい、あ、これこの八の字レースで完結するんですか。人生もレースもそれでこれ死ぬ気ですか。もちろんソーマ灯みたいに、この覚悟がずーっと見ながら、いや、それで第三のソーマ灯で覚悟を見ていくと多分俺たちひっくり返っちゃうぐらいな覚悟なんですよ。すごいと思うよ、はい、目つもりとく今どの辺ですか。なんか二日酔いでクラクラしてるだけじゃないの。今ちょうど矢田部のね、矢田部が今ぐらい行ってるね。矢田部行きました、その人たちが。あー、こう登ってっちゃって、うん、あー、ガードレールに歯をかけてきちゃって、うわー、歩いた。あー、ちょっと待って、なんか、どうだったよ。なんか降りてきたんすか今。はい、来ました。来た、はい、うん、ここはすごいですよ。行きそうです。さあ、そしてですね、人生のエクストラで1台。ちょっと舐めんだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、付き合えてます。いやー、俺やだよ。何がですか。とある GT ドライバーが出演拒否されて、とばっちりが俺のとこしちゃって止めろかだって、あら。これ本来ですね、なんとか、なんとかアキラとか、そう、一人出る予定だったんですよ。あの二つ根本じゃないよね、あいつ。そしたらですね、俺ね、鉄板巻いてないよ、本当に言うと生身だから。普段あの D1 の時とかここにね、1センチの鉄板巻いてますからね、これ。嘘嘘、ね、確かにメタボだよ。だけど、鉄板は巻いてね。これ一応今日レースに参加するんですか。いや、中継中継でも、うん、あの賞金出るっていうから、うん、勝った場合には権利が行使するよ。だよ、カメラカーな。うん、というようですね、今回はカメラカーも、はい、踏まえたということになりましたので、一応8台でいよいよこの後レースということになります、はい、まあ、本当にですね、半分死にかけた人から暴走族からヤクザからいろんな形の人がいますけれどもあれヤクザいたっけかなよくわかりませんけれども、さあどういうレースになりますか。いよいよこの後レースです。本場アメリカ直輸入、誰もやろうとしなかった恐怖のレースをついに開催。自ら名乗りを上げた日の丸暴走野郎どもが交差点めがけて大爆笑。行く手を阻む邪魔な奴らはぶっ飛ばせ。激突炎上、やるかやられるか、生き残りをかけたサバイバルレースが今始まる。日本初上陸、2007全日本八の字レース開幕。八の字って何なのっていうあなたに、ケンジ・テラオの八の字講座。はい、ということでですね、その八の字レースに使うマシン、一体どんなものか、はい、ね、ちょっとじっくりと見ていきたいと思います。何のほら遠手もないから見えるでしょ。どっからどう見てもその辺から持ってきたこれ81マーク2の解体車にしか見えませんけど、ええ、小崎さん、はい、このビデオプション上でいろんなチンレースやってきましたけどもね、うん、こういう我々の企画にうってつけなのが、うん、トヨタの81マーク2だということが。なるほど。これはね、トヨタの人も設計者も知らないと思います、うんうん、
使い勝手がいいんだね。今日用意した車は全部トヨタのワークス。オールラウンドプレイヤー。世界が誇るトヨタはこういうところにも優秀なのを見せてくれた。我々 あのすごいところはですね、はい、安全を重視するんですね。そうです。もちろんそれがもう最優先。それをまずご覧いただきましょう。はい、セーフティー21から、はい、まあ、ロールバーもいただきましてですね、がんじがらめの全車。じゃん、全車ですね。すごいです。缶桶状態。表現が悪い、はい、安全が鉄で囲まれていると、はい、うん、見てください、この交番。これすいません、あのペラ、すいません、これ俺ペラペラの板だと思ったら、これゾンジョゾコラじゃ。でこの裏には、はい、同じ厚さ5mm、厚さ5ミリのエチコですよ、エチコ。いやー、これはすごいですね。これでドライバーが守られてる、この状態ですよね。ご覧ください、はい、このロールパーパッド。いや、これ座布団にしか見えない。いやいやいや、ロールパーパッド。なんですかこれ、座布団じゃないですかこれ。スティッキーテープ。スティッキー、またそういう英語で言えばなんかそれっぽいと思って。で当然あのシートベルトなんかもガチガチに、もう五点式の3インチワイド。これノーマルのシートベルト乗り切っちゃった。この補助、これ今気が付いたんですけど切れてます。いや見てください。あとはなんかあの特徴的なところは、雪が急に降ってきても大丈夫なようにスタートレス。いや別に今すいません、振らない。これわざと。あ、わざと、わざとね。まあ関係ないですね、グリップは、ハイグリップでも何でも、いいんです。いらない、いらない、ね、いらない。ということで、まあ、車は一応ご覧のような形の車を、まあ、今回用意いたしまして、はい、8の字レースに耐えられる車ということで、はい、まあ、これ終わった後またあの写してみてください、車の姿はこういう綺麗な状態は多分1台も豹変してます。豹変してますよね、終わりました、はい、それではですね、早速なんでございます。あ、ということは、はい、まさか。そうです、あなたはアメリカに長い、アメリカ何年でしたっけ、ね、アメリカに長い方は本当によく分かってると思います。八の字の第一人者といえばこの方でございます。稲田大二郎さんの登場です。この人を語らない。それはいいんですけど、なんでアメフトなんですか。このレースはね、はい、結構ね、あの危なそうに見えても、はい、ちょっと安全なレースだから。いやいや、いや逆じゃないよね、言ってること。あれ、あれ、危なそうに見えても実は安全なんでしょ。で、この格好は、まあ、これ最低の装備ね。最低の装備、これは最低はこれぐらいはいると。一つですね、今日相手はみんな初めてということなんで、八の字レースのコツを教えていただきます。これはね、コツがあるんだよ。ありますよね。これこういうふうに回るから、はい、コツさえ飲み込めます。みんなでぶつからずに切るわけ。そうです、それコツになってません、ね、7台がずっと固まってれば別に普通の周回レース。しかし中にはね、一人ぐらいね、バカがいるんだよ。なるほど。そいつがね、遅れる。もうね、あのルールを乱すんだ。あともめちゃめちゃ本番の時に1回だけ後悔してるんだ、まだ俺。はい、何年前か知らないのか。やりましたね、あの時。俺ね、1回ね、途中停車しちゃったんだよ。あれは一時停止。あれビビったんじゃないですか。いやいや、一時停止したんだよ。あれビビったんじゃないですよね、あれ。あれがね、俺のね、本当後悔してるんだよね、一生の、うん、だからそれ、ね、俺みたいな、これをね、はい、ね、これ無敵の男が止まったぐらいだから、はい、そろそろ。ちょっとそのシーンね、そうだろ、見てないでしょ。見てない。ちょっとそのシーンからちょっととりあえず見ていただきたいと思います。そのシーン、懐かしいです。今からおよそ11年前のお話。全くアクセル踏めてません。しかしレース外では1台やっつけちゃいました。この人点でだらしね。5号の腰抜けっぷりは今号のエクストラトラックに入ったるよ。全然行く気ないじゃないですか。なんですか、ね、本当あれはね、俺ね、まあ、いろんなレースで出たけども、はい、最高に怖いです。怖いんだ。400キロとかでそんなもんじゃないから、ね、ちょっとあんな怖さだね。速いとかどうこのもんでじゃないぐらい怖。なるほど。そんなの全然体が全然止まっちゃう。自分の意に反した行動が今も後悔してる。悔しいんだ今回は、はい、チリ。行ってみよう。いや、ちょっと待ってくださいよ。一時停止なし。あの、穴が。一時停止なさい。いや、穴の時も大さんだけですよ、止まってたの。一時停止はなし、なし今回、はい。もう踏み切りますね。もちろん、もちろん。ってことは、今回もちろんこれ日本で。今回は俺が死んでもいいんだよ、もう。あの、前回トレインレースでもそう言ってましたけど。今回死んでもいい。今回は死んでもいい。先週ね、ちょっとお風呂も行っちゃって。完璧な一人になったからもう大丈夫だと思うんです。うちはその話でございましょう。どういうレースになることやら第一人者の、ね、お話をお伺いいたしました。